次に青山正幸君。青山君。日本維新の会無所属の会青山正幸でございます。早速でございますけれども、黒田日銀総裁に、質疑をさせていただきます。黒田総裁がですね、日銀総裁に、就任され、2013年4月にですね、いわゆる異次元緩和打ち出されて、ずっとその政策をされてきたと承知しております。で、当初は、量的質的緩和と銘打った緩和策によってですね、日銀は市場調節の目標を従来の金利からマネタリーベースに変更した上で、その規模を2年間で2倍にまで拡大させること、そしてそれによって 2% の物価安定目標を2年で達成する、そして、国債の保有年限、平均残存年限も2倍にするというようなことを打ち出されておりました。で、その目標と、目的としてはですね、今日も質疑されておられましたけれども、染みついたデフレマインドを払拭し、マネーの供給量を増加させることにより、インフレ期待に働きかけて、でそれによって適度なインフレを呼んで、GDP の成長を促すというようなことだったというふうに思っております。しかしながらですね、異次元緩和、黒田バズーカと呼ばれてですね、当初、かなり衝撃を呼びました金融政策もですね、ご承知のとおり、期待された物価上昇を呼び込むことはなく、ここのところ見て、数年にわたって記者会見でのお言葉など聞いておりますとですね、1998年から2013年まで続いたデフレマインドが残っていると、それが影響を与えていると。今日も質疑においてですね、年度については言及されませんでしたけれども、同じように染みついたデフレマインドというのが日本においては特徴的に残っているというようなことをおっしゃっていたかと思います。でですね、まずこのデフレマインドということについてお聞きしたいと思います。で、そもそもですね、こういうと大変失礼なんですけれども、経済学っていうのはですね、学説の真偽について自然科学のように厳格な証明が困難、これはもう絶対的な事実だと思っております。で、ノーベル賞に経済学賞ございますけれども、経済学賞をノーベル賞として置いておくことが妥当かどうかという議論も、ずっとされているようなところでございます。で、いろんな、経済学のですね、歴史をひも解いてみますとですね、その時々に、こういうふうに、流行したり、こういったものが主流になっているというのがありますけれども、一貫して何が本当にその経済を動かしているかということについて、いまだに確たるものはない状況かというふうに存じます。で、そこで大元に立ち返ってお伺いするんですけれども、まずデフレマインドというものが本当に存在したのかと、から本当に存在したとしてですね、それが物価上昇率に影響を与えるというエビデンスが今現在得られているのかどうか、それについてお伺いしたいと思います。日本銀行黒田総裁。従来から申し上げておりますとおり、この 2% の物価安定の目標を実現するというためには、一方でですね、経済活動が活発化して、需給ギャップがプラスになってそれが続くと、そして他方で物価がどの程度上昇すると人々が予想するかという予想物価上昇率、これが 2% にアンカーされるということが重要になってまいります。この点、各種の指標から予想物価上昇率の動向を見ますと、デフレの下で低位で推移していた予想物価上昇率は、量的質的金融緩和の導入以降一旦上昇したわけですけれども、それでも最大 1.5% 程度まで上昇したわけで、その後は石油価格の下落、それを受けた実際の物価上昇率の下落などを受けて、予想物価上昇率も弱めの動きが続いているということであります。この背景にはそのいろんな要因があると思いますけれども、やはり長期にわたる低成長やデフレの経験などから、賃金物価が上がりにくいことを前提とした考え方、慣行が家計や企業に根強く残っていたということが指摘できるのではないかというふうに思っております。青山君。今のお話をお伺いしていると、デフレマインドというのはやはりあるんだと、そして、
まあ、インフレ期待といいますか予想物価上昇率によってそれが左右されるんだというようなお立場に、まあ、立たれているんだと思います。でしかしながらですね、この点少し突っ込ませていただくとですね、まあ、現実にはですね、それに働きかける、まあ、そのデフレマインドが仮にあるとしても今日銀がおとりになっている政策がそれに有効でないことはもう見えてきているんだと思うんですね。と申しますのはですね、例えば今回 の、 あの12月の報告にもですね、まあ、マネタリーベースは前年比プラス幅が大幅に拡大し9月には 14% 台前半のプラスになったと。マネーストック M2 の動向を見ると前年比プラス幅が大幅に拡大し9月には 9% のプラスになったと、まあ、こういうことが報告書に書かれているわけですけれども、物価は別にそれに呼応して上がっているわけではない。そしてですね、資料配布資料をご覧いただきたいんですけれども、まあ、日銀の、バランスシートマネタリーベース大幅に拡大しているわけですね。これは日銀の異次元緩和以前のですね、2010年度末にはですね、マネタリーベース146兆円だったものがですね、これは20年度によっては615兆円と、4.2 倍に拡大していると、まあ、4倍、当初2倍とおっしゃっていたのがですね、さらに拡大を続けて4倍を超えているわけですね。で4倍もですね、マネタリーベース拡大しても、これがですね、まあ、仮にデフレマインドがあるとしてそれが払拭されないとすれば、まあ、普通はその政策が残念ながら功を奏さないというふうに考えるべきであり、またそうであるならば別のことを考えるべきだと思うんですね。まあ、そういうふうな疑問が大変湧くわけですけれども、それについて黒田総裁いかがお考えかお聞かせください。黒田総裁。これは日本のみならず世界的にですね、基本的な物価の動きというものが経済全体の需給バランスであるマクロ的な需給ギャップと人々の中長期的な予想物価上昇率によって決まるというのが、まあ標準的な経済学の考え方でありまして、まあ現在日本銀行が取っている金融緩和策というのもこうした考え方に沿ったものであります。したがいましてイールドカーブコントロールの下で金利を低位に安定させると同時に物価上昇率が安定的に 2% を超えるまでマネタリーベースの拡大方針を継続するというオーバーシュート型コミットメントによって 2% の物価安定目標の実現にコミットして人々の予想物価上昇率を引き上げることを意図しているわけであります。でこれらを通じて名目金利から予想物価上昇率を差し引いた実質金利を引き下げるということが金融緩和の起点となって需給ギャップの改善、さらには物価上昇につながっていくというふうに考えておりまして、このようにして現実の物価上昇が続くことを通じて、予想物価上昇率がさらに押し上げられるということを想定しているわけであります。で、そういう意味で、日本銀行が行っていることは、基本的に諸外国の中央銀行が行っていることと、基本的に同じ考えに基づいてやっております。で、ただその下で、もちろん欧米の中央銀行もリーマンショック後ですね、2% の物価安定目標をなかなか達成できてないわけですが、まあ、我が国の場合は、98年から2013年まで、まあ、持続的物価下落という意味でデフレが続いてた。で、量的質的金融緩和の下で、持続的な物価下落という意味でのデフレではない状況にはなったんですが、2% の物価安定の目標には達してないということはその通りでありまして、その意味では今後ともですね、粘り強く金融緩和を続けて需給ギャップのプラス、これをできるだけ長く続けて実際の物価上昇率が上がってくる下で予想物価上昇率の上昇も意図して、その両者の相互作用によって物価安定目標を達成すると。でその時間は足元ですね、ご指摘のようにコロナ禍によりましてですね、物価上昇率マイナスになってます。で他方で資金繰り支援ということで、まあ、金融機関も積極的に貸し出しておりますので、
貸し出しやマネタリーベースが大きく増加しているんですが、このコロナ禍の需要減、特にサービス消費の減によって、物価上昇率がマイナスになっていることは事実であります。しかし、その中身を見ますとですね、どうしてもこの、一時的な要因であるとか、例えば原油価格下落の影響がまだ続いているとか、あるいは GoTo トラベルの影響とか、その他諸々の一時的な影響を除きますとですね、少しインフレ率はプラスでまだ残っておりまして、我々としてはこの 2% の目標に向けてですね、粘り強く効果的な金融緩和を続けていきたいと。でそういうことのために現在このイールドカーブコントロールの下での運営の仕方、資産改善のやり方等について点検を行っているというところでございます。青山君。ですね、私が心配するのはですね、今の日銀の続けている政策がですね、これが日本の経済であるとか、あるいは世界のおっしゃった財政政策とにとってですね、協調的なものであったり、あるいは日本の財政、あるいは未来にとって必要なものである可能性はもちろんあると思っておりますし、有効性もあるだろうなとは思ってるんです。ただし、なんでしょう、達成されない目標、あるいはそういったものに固執することによってですね、日銀の政策自体に信頼性が失われ、ひいてはそんな政策を取るのもやめたらどうかというような話になろうかということがあろうかと思うんですね。そうしますと、やはり、聞かなかったものは聞かなかっただけれども、こういうことに対しては効果があるし、依然としてその存続的な価値はあるんだというような見直しはやはり必要だと思いますので、その点はぜひ大変恐縮ですけど頭に入れていただいて、今後検討していただければと思っております。それでですね、今状況的に見るとですね、基本的には物価はなかなか動かない、今総裁が言われた通りで、マネタリーベースの拡大、実質金利の引き下げにもつながっております。でこれがどこ行ってるかというと、皆さんご承知の株式市場の活性化には、確実につながってるわけですね。で、要はお金が流れ込む先が決まってしまっているんじゃないかなという気はしております。でこれは大変、恐縮なんですけども、マインドよりもやはり日本のように輸出入の多い国では通貨の交換価値とかですね、石油などのエネルギー価格、今日もおっしゃっております。あとは賃金水準ですね、日本の賃金水準上がっておりませんので、から金利などの諸条件によってやっぱり物価が動くんじゃないのかなと。でやはりマインドが全然関係ないということは申しませんけれども、マインドの部分少ないんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと短くその点について。黒田総裁。マインドっていうのは、やや文学的な表現ですけれども、基本的にはその十数年続いた低成長とデフレの下で賃金物価が上がりにくいという前提で企業や家計が行動するという、そういうマインドセットというかですね、そういうその対応ぶりというか、それがかなり続いていたために、企業が例えば賃金についてですね、需給ギャップはもうプラスになっててもですね、賃金はもちろん7年連続でベースアップが行われたというようなことは、15年ほど続いたデフレ期にはなかったことではあるんですけども、それでもですね、賃金の上がり方が低かったということも事実でありまして、そういう意味では賃金物価が上がりにくいということを前提にした企業行動、家計行動というものがかなり根強く残っていたということは確かではないかというふうに思っています。これを克服していく必要があるというふうに思っています。青山君。最後の一つだけ、私はたびたび申し上げております、私が心配しているのはですね、このマネタリーベースの拡大にこだわっていてですね、通貨安という最悪の草をある日突然呼び込むことになるのではないかと。また足元最近円安になっております。で資料の丸にご覧いただきたいんですけども、ドル円、ユーロドル、ユーロ円見るとですね、明らかに財政的に一番きちんとしているユーロがこのところユーロ高になっていると。
で、これについて、この心配、懸念について、総裁のご意見を伺いたいと思います。黒田総裁、申し合わせの時間が過ぎてますので、簡潔にお願いします。日本銀行はこの 2% の安定目標の実現を目指しておりまして、海外の主要な中央銀行も同様に 2% を目標として金融政策運営を行っております。このように主要国が同じ物価上昇率を目指すということは、長い目で見て、為替レートの安定に資するものではないかというふうに考えております。もちろん、その時々の為替の動向につきましてはですね、景気格差、金利格差、その他、諸々の要因があるということは事実であります。安倍君。時間が参りました。残りの質問についてはまた別の機会でお伺いしたいと思います。ありがとうございました。前原誠司君。